当社は、境内背後に、本宮磯野神社のご鎮座する、石峰山、海抜352メートルがそびえ、左手には、秀麗な小富士山、前方には、南三陸特有のリアス式海岸が広がる、小月町大浜地区にご鎮座します。鎌倉時代の宗師と伝わり、明治時代までは、一命院として、 主源者が祭祀を司さり、法院かぐらや獅子振りを広め信仰されてまいりました。東日本大震災の大津波により、御社殿は全壊、社務所は流出と壊滅的な被害を受けながら、御神体である薬師如来像をはじめ、随身十二神肖像や、社殿内の御神宝や絵馬などの全てが流出を免れました。 流出した社務所も隣の地区船着き場に屋根が打ち上がり、そこから法院神楽においては最古とされる御神楽の大事をはじめ古文書の多くや神楽の道具や太鼓等が発見されました。そして多くの方々より励ましのお声をいただき、震災の年の10月には道具類の9割が流出した 国指定重要向け民族文化財である雄月法院神楽を復活させることができさらに平成27年9月には隣接の高台へ被災前と同等規模の御社殿と社務所を再建することができました特に御社殿は震災前と同様に拝殿内で神楽が行えるように壁を開閉できるよう建築されました 旧暦4月8日の霊大祭には、特殊神事である湯立神事や小月法院神楽が奉納され、12年に一度猪獅シ年には、薬師如来像の五回避大祭が取り行われるなど、多くの参拝者で賑わいます。また、小月法院神楽発祥、伝承の宮都市、社務所にて神楽道具の維持に努め、 古事記や日本書紀を題材にされる多くの演目を日々、神楽市が稽古を重ねております。交通や会場の安全を祈願する本宮磯野神社への登山の際や、薬よけや病気併誘にご利益があると伝わり、通称お薬師さんと親しまれる葉山神社へぜひご参拝ください。